世界ミステリーチャンネルへようこそ。ということで本日は、かなり久しぶりなんですけれども真実を語る黒子さんとコラボとなります。よろしくお願いします。真実を語る黒子と申します。よろしくお願いします。もう10ヶ月ぶりぐらいなんですけれども、前回は真言立川流のお話をしていただいたんですけれども、今回は何のお話をしていただけるのでしょうか。今回はですね、広く日本全国で知られている、とある神と呼ばれる妖怪についてお話をさせていただこうと思うんですが、神と呼ばれる妖怪と言いますと、一般的にはつくも神という概念がありまして、例を出しますと、長く、そこに存在するものというのはだんだん意思を持ってきて、妖怪、また神のような立場になるというもので、有名なところで言いますと、名刀ですね、刀が意思を持って喋、るとか人を切り殺してしまうとか、あとは昔からあるお琴がですね、夜な夜な勝手に音を奏でたりとか、このようにですね、歴史あるものというのは、だんだんと妖怪や神になっていくというような、概念がつくも神というものがあるんですが、それにちょっと近い概念といいますか、今回お話しさせていただくのは貧乏神についてということで、お話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。貧乏神ですか。でも貧乏神っていうと今話したつくも神とはなんかちょっと全然違うイメージだと思うんですけれども、ちょっとどんなお話なのか早速聞かせてください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。これ実はですね、確かにつくも神と一見すると違うように見えるんですよ。なぜかというと、貧乏の神ですから物体ではないので、つくも神とはちょっと性質が違うなって感じる方が多いと思うんですね。しかしながらですね、実は貧乏という状態が長く続いていくことこそが、実はつくも神と同じ性質で貧乏神になっていく過程にそのままなってまして、貧乏神というとですね、貧乏な家にいそうなイメージあると思うんですよ、はい、ですがこれ実は逆でして、貧乏神ってお金のある家にしか行かないんですよ。確かに貧乏だとそこからさらに貧乏ってなりにくいイメージですね。そうなんですよ。で、貧乏神のお話を少しばかりさせていただきたいんですが、貧乏神っていうのはですね、お姿で言いますと、もちろん妖怪や霊とこう同じ類ですから、姿形を誰かが見たというより伝承の上でそうなっているというだけで、例えば幽霊なんかも足がない幽霊と描かれる場合もあれば、女性で全身あるけど髪が長くて顔が血だらけ、それも誰かが見たというよりはそういった伝承なわけ で、はい、でこの貧乏神というのもですね、伝承の中では頭はほとんどハゲていて、肌は赤茶色、ちょうどこのテーブルのような色です、で手足は痩せこけていて、お腹がポコッと出ている。そして特筆すべきは貧乏神に性別がないということなんですよ。性別ないんですか。なんか男のイメージっていうのがすごいあるんですけど。そうなんですよね。結構イメージで言えば男性のイメージがあると思うんですが、一番姿形で近いのは仏教でいうガキ。あ、思いました。そのお腹がポコッと出てるとかガリガリとかっていうと、はい、そうなんです。ガキに一番近い、というイメージが、皆さんにも伝わりやすいかなと思うんですけれども、貧乏神はですね、普段は暗いところにおりまして、夜になるとこう背中に老人のように手を当てて、ペタ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 ゆっくりと街中を歩き出すというふうに伝わってるんですね。そして夜に明かりがついている家を見つけますと、ひょこっとこう覗き込んで耳を澄ませるんですね、はい、そしてこの耳が自分の頭より大きいサイズのこう耳だと言われてるんですけども、こう耳を澄ませて、その家に用がないとまた次の明かりを求めてペタ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 前かがみで腰に手を当てて移動していくそうなんですね、はい、これ何をしてるかと言いますと、貧乏神は夜中に人の悪口を言ったり世間の文句を言ってる人を探してるんですよ。なんか意外ですね。なんか本当にお金のある家を探してるってイメージなんですけど、これはですね、人の悪口を探してまして、でこれは理由を説明すれば、あ、なるほどとなるんですが、貧乏神って実は人の悪口を食べて生きてるんですよ、そして家の中にこう悪口が聞こえますとひょこっと入っていくんですね。貧乏神とはいえ神は神ですから、人間の家が鍵がかかっていれば関係ない、伝承がされてるんですけども、家の中に入ると貧乏神ってどこに行くと思いますか。家の中ですよね。でも話してるとしたら、今とかそういうところかなっていうイメージですけど、それがですね、この間取りに関わらず建物の天井と
家具の間のこの隙間に貧乏神がひょこっとこう入ると書かれてまして、例えばエアコンと天井って少し空いてますよ、あとは冷蔵庫と天井、タンスと天井とか、そういう間に入り込んで猫のように足をこう畳んで、こう抱えながら、そこに座るっていう風に説かれてるんですよ。で何をするかというと、その家の人が言ってる悪口をですね、こう聞きながらむしゃ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 とこう食べてくるんです。そして貧乏神が居つくと、人間というのは自然とその家にいる間にずっとこう悪口を言いたくなってしまうんですね。で悪口をたくさん言うと貧乏神がそれを食べて大きくなる、そして力が強くなると人間はもっと悪口が言いたくなる、そして悪口を言うと貧乏神が大きくなる、この繰り返しをしていく中で天井と建物の間に収まりきらないぐらい貧乏神が大きくなってくると、もう貧乏神はその家から出なくなってしまうんですよ。出れなくなって挟まってしまうってことですね。そうなんです、出れなくなってしまって、そしてずっと居つくわけですから、人間はずっと悪口を言うようになる。そうすると世間でもですね、職場に行ってもずっと悪口を言うようになる、帰ってきても悪口を言うようになる、どこかで出かけても悪口を言うようになる。そうするとですね、人間って不思議なもので、いつも悪口を言ってる人っていうのはだんだんコミュニティから外れていってしまうんですね。確かにそうですね、そうすると職を離れることになってしまう、仕事を辞めることになってしまって、働いていないからお金がなくなってしまう、お金がないと生活がすさんでくる、すさんでるから悪口が増える、そしてまた貧乏神が強くなるとい う悪循環がどんどん生まれていって、まあ、最後には命ごと取られてしまう。そして貧乏神に命を取られると、その人の魂が次の貧乏神になっていくなんていうふうに説かれてもするんですよ。ですから一口に貧乏神と言ってもですね、実は貧乏神に取り憑かれてしまうといろんなものを根こそぎ奪われて、最悪、まあ、命まで取られて、まあ、自分も貧乏神になってしまうなんていうお話があったりするんですよ。なるほど、面白いですね。なんかお金ってこう物理的な貧しさっていうより心の貧しさから来るのが貧乏神っていう印象ですね。そういうお話を聞くと、もうおっしゃる通りですね。ですから貧乏というのがお金がない状態で、ただこう仕事がないなとか、あれを買いたいけど買えないなという状態を表しているわけではなくて、人間の本質として心の清らかさを失っていくと、どうしても人間というのは貧乏神のようなみすぼらしい姿になっていってしまうという、まあ、そういったことがこう象徴的に説かれている、まあ、神様、まあ、妖怪の一種なんですよ。ですから貧乏というもの自体がつくも神の概念のように、まあ、一つの形となって貧乏神が生まれていったという、まあ、こういった変遷が、まあ、民族学の中では説かれているわけなんですね。それをなんか回避する方法はなるべく悪口を言わないぐらいしかないんですか？そうですね、基本的には笑顔で楽しく過ごしているぐらいしかないんです。あとですね、人を褒めるのが嫌いなんですよ、ですから貧乏神は夜な夜な、例えば私と西ちゃんさんがいるところに、ここにいない誰かの、話をこう褒めながらしていたりすると、貧乏神はあんまり面白くないんですね。ですからそういった家からは出て行ってしまう、そして悪口をまた探して街中をうろうろしていく、まあ、こんなことが説かれてますので、まあ、皆さんもですね、貧乏神に取り憑かれたくない、もしくは今すぐ取り払いたいという方は、まあ、誰かを褒めて差し上げたらいいんじゃないかなと思います。でも今なんてSNS とかだと悪口すごいじゃないですか。貧乏神だらけになりそうですよね。もう黒子の動画のコメント欄にはあんまりいないんですけども、結構過激な YouTuber さんのコメント欄なんか見に行きますと、もうこれぞ貧乏神みたいな方がたくさんいらっしゃいますよね。あれあんまりよろしくないので、まあ、皆さんもやめていただきたいなと思います。そうですね、もう顔が見えないからって言って何書き込んでもいいっていうわけではないので、取り憑かれないようにするにはそういうところから気をつけないとあれないですね。本当におっしゃる通りですね。そしてつくも神の概念といえば、まあ、今お話があった通り、スマホもですね、実はつくも神の概念に近くなってくると言われてまして、人のやはりいいも悪いも意思が詰まってるものですから、これもですね、もしかすると100年200年経つとつくも神のようにスマートフォンが扱われる時代が来るかもしれないなんていうふうに言われてますから、スマホをきっかけに、貧乏神が生まれるというのも十分民族学的にはあり得るお話ではないかなと思います。確かにその通りですよね。でもスマホなんてこうめちゃくちゃ悪いつくも神になりそうな気もしますね。人によってはなんですけど、もちろん人を褒めることもできるんですが、まあ、得てしてですね、ネット環境だと、まあ、貧乏神を作りやすいかなという気はいたしますよね。本当に気をつけたいところで、結構そういうやっぱりこうマイナスな言葉って
本当にそれこそしっかり意識してないとポロッとこう出ちゃったりとか多分皆さん結構あると思うんですけども、やっぱね、なるべくまあポジティブに着たいなって心底思いましたね。はい、本日はちょっと貧乏神について、またつくも神についてということで、お話をさせていただきました。ありがとうございます。ということでですね、まあ普段このチャンネルでは、まあたまに妖怪の話もするんですけれども、こういった突っ込んだお話していただけたのはすごい面白かったのではないでしょうか。黒子さんのチャンネルの方では、ですね、自分のチャンネルでも昔動画にしたんですけれども、山梨県に伝わる桃太郎伝説のお話から、桃太郎とは何かというお話もしていますので、ぜひそちらもご覧になってください。ということで本日は黒子さんどうもありがとうございました。こちらこそどうもありがとうございました。またぜひコラボよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。